東京都交通局オツ1系電車は1941年に登場した東京都交通局の路面電車専用の電動貨車。生態保存されているオツに2020年7月時点でのオツに劣化が進行している。1941年に東京市電機局が製造した無害貨車。オツは電動無害貨車を意味する。 オッツ10型に使用されていたと推定されるジョンバット台車を利用して芝浦工場で2両製造された。後に台車はブリル 21E 型に変更された。戦後、オッツ1は三田車庫に、オッツ2は荒川車庫に配備されたが、オッツ1はあまり使用されぬまま1967年に廃車となった。一方、オッツ2は荒川線で、 保線作業に使用されていたが1971年3月20日に廃車となった。荷重5トン積載容量15立方メートル全長7650ミリメートル全幅1980ミリメートル全高3453ミリメートル種電動機出力18.7キロワットお次が 東京都文京区の新名都電車コアト公園に6063号と共に保存されている。周辺は柵に囲われているが、近年は劣化が進行しているため、2020年度以降に予定されている公園の再整備と同時に6063号と共に改修工事を行う予定となっている。荒川車庫、荒川車両研修所内で使用されている構内、作業車に おツさんという車番が付けられている。六線型などに準じた黄色地に赤帯の塗装が施されており、車庫内のイベント公開時に見ることができる。ありがとうございます。